この、まあ、元々僕この半蔵門というところで穴蔵をやる前に立ち飲み屋さんをやってて、でここでこういう場所を始めた、はい、でもまあ純粋なスケートボーダーのエキシビジョンですね。スケートボードをやってる人じゃないと絶対できない展示っていうのが僕の客観的な意見ですかね。絶対無理ですね。逆に言えば森田さんが絵を描いてる人の展示をやろうとしても無理だと思うんですよ。それはそれぞれ突き詰めてることが全然違うんで。ただその表現っていうのはスケートボードだろうが絵描きだろうがそれこそ料理人だろうが何をやってる人でも表現することはできるんですけど、表現して出てきたものってその人じゃなきゃできないもので、もう純度 120% スケートボーダーのアートショーっていうのが僕の印象ですね。作れない展示ですよね。まず人間がいて、その人間たちがその空間を作って、その空間が作品になっているっていう展示だと僕は解釈してるんで、普通の絵描きに作れる展示じゃなかった。